はい、皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、楽天ポイントカード提示ですき家でお会計をすると、牛丼並盛りがもらえるキャンペーンということで、今回はキャッシュレスとは少し離れますが、すき家と楽天ポイントでお得なキャンペーンが始まったので、そちらについてお伝えしていこうと思います。ということで、早速こちらですね、すき家で楽天ポイントカードを提示してお会計をすると、抽選で10万名様に牛丼並盛りがもらえるということですね。まずこちらのキャンペーンに参加するためには、まずエントリーが必須となってますので、下の概要欄にリンクを貼ってますので、チェックをしてみてください。そして期間なんですけども、まずエントリー期間が7月の5日から7月の22日、そしてキャンペーンの期間は7月の9日から7月の22日までとなってますので、明日の7月の9日火曜日からとなってますので、お気をつけください。まず今回のキャンペーンの流れなんですけども、結構シンプルなんですが、まずキャンペーンのページからエントリーをして、キャンペーン期間中にすき家にて楽天のポイントカードを提示して、税込み200円以上のお会計で抽選で10万名様に牛丼並盛り1杯がもらえるということになってます。で、対象のカードは左下のイラストにあるように、楽天のクレジットカードをお持ちでしたら、楽天ポイントのマークが入っていればそれを提示してもいいですし、あとは楽天ペイや楽天エディのアプリの中に楽天ポイントカードを提示する機能もあるので、ご自身がよく使う方法で提示してみてください。で、今回当選に関してなんですけども、まずその当選者の方には、楽天会員情報にご登録いただいているメールアドレス宛てに、2019年8月の末日頃までに受け取り方法とご利用方法をご連絡するということになっています。そして今回もらえるのは、すき家の牛丼並盛ギフト券という、まあ楽券という方法で申請いたしますというふうになってます。で、この楽券っていうのは、街のお店で商品と交換できるデジタルチケットということになっています。ということで、今回はすき家と楽天のコラボキャンペーンということで、抽選で10万名様に牛丼並盛が当たるというキャンペーンをお伝えさせていただきました。まあ、キャンペーンはもう明日の7月9日火曜日からですので、もしお近くにすき家があった際に、楽天のポイントカードをぜひですね、提示してみてください。ということで、今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。